さんこんにちは。見飽きたとか言わないでください。ベートーベンです。楽器クイズはまだありますが、今回は歌の形態のクイズになります。歌は体を楽器としてどのように鳴らすのか、声を用いて音楽を作り出しています。体は大切な楽器のようなものです。さて、形態というと難しそうですが、大丈夫です。テストに出るのでしっかり覚えましょう。歌の形態の中にソロ、デュエット、トリオ、クインテットなど聞いたことがあるでしょう。五択にしてあるので挑戦しましょう。途中で説明も少し入れますので勉強になるかと思います。ちなみに五軍からとか五択とかいう場合は、違うなぁと思うものをカットしていくと残りの中から答えが見えてくると思いますよ。正解は独唱だね。一人で演奏することは独奏と言います。一般的に一人で奏でることをソロと言いますが、日本ではそれを具体的に歌う場合は独唱、演奏する場合は独奏と言います。二人の場合は二重奏、二重奏、三人の場合は三重奏、三重奏となります。ちなみに声唱とは大勢で同じ旋律を歌うことです。例えば入学式や卒業式などで国歌斉唱と司会者が紹介して歌ったことがあると思います。同じ旋律をみんなで歌うことだね。よくできました。しっかりメモを取るなど偉いね。
同性合唱とは、男性または女性だけによる合唱の形態のことです。男性と女性が一緒に演奏する混声合唱は大義語になります。またその後に続く二部合唱、三部合唱、四部合唱など数字はパートの数を表しています。例えば三部合唱はソプラノ、アルト、男性パート、四部合唱はソプラノ、アルト、テノール、バスというようにパートの数を表しています。